アニマ運転を監督しました堀江と申します。主演をさせていただいたクレタカホ役の服部彩香です。伊藤英役の小柳優です。さあ、はい、で監督さんにお伺いします。じゃこの映画を作ろうと思われたきっかけ、はい、いきさつとお願いします。そうです、最初女性ダンサーを主人公にしたその映画を作りたいっていうふうに思って、それダンサーっていうその表現者を主人公にしたいっていうのはやっぱ自分もその映画を作っていて、何かものを作るっていうところではすごく共感できるところはあるので、そういう意味で前から興味があったそのダンスっていうものを題材にして撮りたいっていうふうに思いました。それでその後にその身体表現っていうのはアクションを通して物語を進めていくっていうところで、ダンスだけではなくてそのダンスと何が出会ったら一番映画が面白くなるんだろうっていうふうに思った時に、そのボーイミーツガール、ガールミーツボーイでその女性と男性が出会ってっていうその恋愛の物語っていうのがあった中で、どういう人と出会うと一番面白くなるかなってなった時に、ダンサーとドラマーが出会うとすごくいいんじゃないかとか、その時になんか物語がすごく動き出した感じがして今物語ができました。自分でこうダンスをやろうとかって言うとなかったんですか？そうですね、なかったんですね、今でも。ドラムもやったこともなくて、そうですね、楽器とかやってたわけではなかったんですか？楽器は一切やってなくて、なんかめちゃくちゃ憧れはあったけど、高校の時に結構バンドブームってないけど、バンドやってる人が多かった時にベースを友人からもらって、そのまんま押し入れに入れて、今も押し入れに入ったまんまで一度も弾いてないですね。音楽とすごく遠かったんですね。そうですね、なんかできないっていう勝手に思っちゃって、ね、今回でもそのなんか表現するっていうか体を使うっていう、はい、そのなんか痛くても痛くてもそうですけど、堀江さんの作品のその体を使うことっていうのに何か自分のそのなんか表現の何かを持っているんですか？そうです。めっちゃ質問してる、すごい慣れた。これめっちゃずっと聞きたかったんです。そうですね。なんかその一番思うのはその言葉でそのもちろん映画の中でその物語ってそのセリフがあって言葉でやり取りがあってこう物語がカットが生まれたりとかしていくっていうのはすごく分かるんですけど、そうじゃなくてなんか言葉を返さずに例えばプロレスだったら体と体のぶつかり合い、今回はダンスっていうその身体表現と音っていうその2つ の, その言葉を返さずにコミュニケーションしていくことで、その2人のそのなんだろう、くっつき和解じゃないけど強調し合う部分であったりとか、その決裂する部分であったりとかっていうのを描けるっていうのは、その映像表現としてはすごく映画に取り入れていきたいなっていうのはいつも思ってるところで、やっぱりそういうのは欠かせなかったっていうのがありますね。ありがとうございます。俺の質問になっちゃってますもんね。もうね、今回初めて、なんで俺が回してるのかなって。今回やっぱ初主演、いかがですか？もう新しいことの連続で、でも逆になんかその全部が初めてだから、もちろん迷惑かけた部分はあって、迷惑っていうか迷惑になったらそんなないですね。本当ですか？あったと思うんですけど、逆に比較対象が何もないから、別に今回のがすごく辛かったっていうのは一切なくて、なんか毎回すごく楽しいで、できたのは良かったなって思ってます。そうだ、もう自分も、ね、そう本当に、なんか楽しんでるなっていうのを見ながら、でその笑顔で何度も救われている、励まされる堀江さん本当に、まだ、なんかこう選ばれたきっかけみたいなのってあるんですか？そう、最初お会いした時になんかその全然飾り気がないというか、なんかこう自分をこう、なんだろう、やっぱこう女優
をやる、まあ、その今までやってないっていうのもあるのかもしれないけど、なんかこうよく見せたいみたいなその欲ってやっぱ絶対あると思うんですけど、うん、そういうのがあんまりいい意味で見えなかったというか、うん、なんかその自分のそのありのままの状態っていうのをちゃんと、あ、緊張してるんだなとかっていうのは分かるんだけども、うん、嘘がないっていうのはすごく目を見ていても思うというか、うん、そこは一番このクレタカホっていうのはこう純粋にこう突き進むというか、自分の己の道のためにこう、うん、時には何かをこう犠牲にする時もあると思うんですけど、けど常に前に前に進むっていうところではすごく服部さん そのご本人がいいなっていうふうに思って、うん、そうですね。これ僕が聞くのは変ですけど、僕が聞くの変だと思うんですけど、俺選ばれた理由って何なんですか？いや自分で聞いたらおかしいですよね。最初けどそのドラムっていうので、そのもちろん小柳さんドラムやってたっていうのは知ってたんですけど、うん、小柳さんとそのに映画に出てもらいたいっていうふうに、ん、あのぶっちゃけ思ってたっていうのはあって、うん、その後にやっぱそのドラムっていうふうになった時に真っ先にやっぱ思い浮かんで、小柳さんっていう風にあのお願いしたというか、本当ドラムやっててよかったですもうね、出会いもあって、で、うん、もう僕ぐらい同い年じゃないですか、うん、で、やっぱこういう新鮮な発想だったり、ね、ダンスとドラムっていうコンテンポラリーダンスとそのドラムを掛け合わせるってなかなか思いつかないと思うんですけど、それにね本当参加できたことは俺も本当に嬉しいですよ、ね。そう、最初小柳さんとそのお会いした時に全然それがこう想像できないっていう意味で言ってたのが、うんうん、その印象に残ってるな。これどうなるんだろうっていうのはその掛けるその掛け算は分かるんですよ、うん、かっこいいだろうなっていうでもそれが脚本としてどうなるのかっていうのがすごくうす、ねうん、どうなるんですかっていうのはすごく思ってたんですけど、うん、でもやっぱ出来上がってみた時に、あ、なるほどな、まあ、こうなりますよねっていうのは本当に納得しながら撮影もそうですけど、脚本もあの進めてなんかこう撮影もどんどん進んでいったなっていうふうに思うんで、すごく、うん、楽しかったですね。うん、そうですね作ってる感覚というか、なんかその映画の撮影で、もちろん映画の撮影をしてるんだけども、なんかその中でまた一つのこう作品を作っていくわけじゃないですか。そこはなんかその、うん、ある種その僕らのっていうか、みんなの成長過程みたいなのがそのドキュメンタリーとしてちゃんと映っていくっていうか、そうですね、それが撮影最終日にちゃんと二次試験がこう、うん、撮影日としてできたあったっていうのは、うん、なんか、うん、いいなっていう、うん、そこで受ける全然こうプレッシャー、まあ、もちろんプレッシャーを感じてるのはあると思うんですけど、はたからというかこう見ててすごい軽くなってるなっていう、うん、今までやってきたことはもちろんあるんだけども、その積み重ねが、うん、まあ、8日間ですけどね短い時間ではありましたけど、その積み重ねが多分すごく、ね、そのスピード感が生まれたりとかっていうのはあるかもしれないですね。